3軒目、池ちゃんの自然栽培米奮闘記。今日は2021年11月何日でしょうか。4日、11月5日、5日金曜日です。今日はね、稲刈りが終わって種もみを取ってたんです。これで一番ね、草の少ない田んぼで、種もみ種を取ったんですけど、ふるいを2種類使い分けてですね、昨日はちょっと大きいゴミを取り除いて、今日は目の細かいこのザルで、我が家にあったザルで、年代物ですよこれ。昭和38年かなのものです。でね、ちょっとふるいでかけたら、こんなに草の種が入ってました。まあこの作業毎年もみまき前にやるんですけど、選別前にするんですけど、もう今年はちょっと稲刈りが終わって20日間ほどこれ日陰干ししてました。まあ何キロあるんでしょう、まあ後で測りますのをやってました。でそれで今日はこれから、玉ねぎを明日植えようと思うので、ちょっとトラクターかけます。鶏ふんをねちょっと巻いて、トラクターで、もう一回砕いて鳴らして、で今日が新月らしいので、明日の夕方この時間ぐらいに、植えようと思います。じゃあちょっと鶏ふん巻いてきますわ。はい、畑まで来ました。こんな感じでね、鶏ふんを巻いてます。これ一通りで100株ないですからね。うちの母が何株か植えるんで、まあ90株か80株ぐらいを1メーター60幅でこの辺まで来れば、まあ、十分に植え付けれるのかなと思ってます。まあ一応一回ここら辺まで、耕して、まあここまでね鶏ふん撒いてますんで、まあちょっと二通りここまでやってみようと思います。まあ前回と同様に、ね、フラップカバーはつけず、で今回はうね立てしないので、もうカバーも取り付けて、まあこれぐらいの上がり幅の、まあロータリーのスカートの調整にしてます。そんなに抑えない感じね。でもうこれもまだ僕も勉強中なんですけど、更新調整7で、オートは標準、3P 切り替えは、まあダブル 3P。これは農機具屋さんが調整してくれたので、これでやっていこうと思います。で、PTO は2でいこうと思います。もうちょっと左に寄せてやります。
はい、終わりました。なんかいい感じいい感じでできてる。なんかこっちと比べたらいい感じ。じゃあちょっとトラクター持って帰って、大根と人参に、水をあげて今日は終わります。今日もお疲れ様でした。